あーどうもあーどうもどうもどうも、なんかいきなり、うん、いきなり質問メールが質問いきなりなんですが、うん、リーダーはスマホにしないんですか、うん、最近ガラケーをまだ使っていると少し知って少しびっくりしました。うん、ガラケー、コートラさんみたいに SNS をガツガツ活用したリーダーを見てみたいです。あ、ご存知かと思いますが、スマホはガラケーよりははるかに画質がいいです。リーダーの自撮りや飼ってるカエルなど画質のいい写真でアップしてほしいです。飼ってるカエルご検討お願いします。ロイヤルミルクティーさん。なるほど、ロイヤルミルクティーさん。いや、リーダーはねやっちゃダメなんですよね。これはね、あの、申し訳ないんですけど、リーダーがやんないから俺が頑張ってやってるんだよ。そうね、これリーダーやっちゃいけない人だ。そうそうそう、やっちゃいけない人だからね。いや、と思うよ俺マジで、うん、あとね、小田君ね、うん、あの、最近のちょっと、うん、松本社長は iPhone 事件ちょっと続き、まあ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 、話させてもらっていいですか。いいですよ、うん、あれでもうガラケー俺絶対続けようと思ったの、ね、だからリーダーはやっぱほら河本ひろととかさ、うん、ね、あー、なるほど、連絡取れない人、なんかよそういう、どっちかというと、小型のディランみたいに、なるほど、ノーベル賞、ね、そっち寄りでやっぱ愛おしいんだよ、なるほど、嬉しいな、うん、嬉しい、だバンドメンバー4人いてよ、うん、4人ついたやつはちょっと引くもんね、そうだね、そういう場でいっぱいいるんだろうけど、うん、その、これからやりますよ、うん、ね、こんな感じですよっていうの、みんなでやるのもね、ちょっとっていうのあるよね。そうなんですよ。いやね、コウタくんね、コウタロくんもこれ気づいてないと思うけど、うん、まあほら、祐天寺、うん、ね、はい、迷い事件の後、うちの松本社長が iPhone を活用してるじゃないですか、今、はいはい、ね、で、10回に1回ぐらいね、うん、件名だけで iPhone から送信っていうメールが届くんですよ。はいはいはい、これは、まあ、やっぱり初心者によくあることなんです。まだ iPhone から送信を消してない時点で初心者ね。なるほど、なるほど、うん、だから本文が iPhone から送信なんですよ、はいはい、うん、明日はって懸命があって、うん、おっしゃったんだろうね、うん、で iPhone から送信っていう、まあこういう、うん、まあでもまあいいじゃないですか、分かるじゃない気持ちが、うんうん、で一番決定的だったのはね、俺 iPhone もいいなと思ったのは、うん、まず松本社長7が出てるのに Suica でかかってるね、うん、で小田君がその時のがっかりした顔も見たくなかったんだよね、うん、7だよって言ったじゃん、小田君がその時に、うんうんうん、でその後にその日は、うん、アルバムの、うん、中の写真を俺と孝太郎君で選ばなきゃいけない日だったじゃない、はい、でその時に、うん、まあ、松本社長はその iPhone 買ったばっかりでね、うん、で操作もあんまりよく分かんない、うん、で松本社長はいつもほら、あの iBook、うん、iMac の iMac 持ってるからね、うんうんうん、であれで写真の確認をしてます、はい、で孝太郎君と俺で選びました、はい、あ、これいいよねと、うん、でそこで孝太郎君がね、うん、これトリミングしたらもっといいよねって話になったの覚えてる？覚えてない。覚えてない、うん、孝太郎君覚えておいてよ。で孝太郎君のことだから、うん、俺そこでね、孝太郎君ずっと iMac 使ってるじゃん、うんうん、だからその写真をこうトリミングして切ってくれると俺は思ってたのよ、孝太郎君が、はい、そしたら孝太郎君なんかその日短期だったんだよね、その日にかけてなんか後ろがあんだかなんか知らん、どこに早く選ぶって感じだって、俺驚いたんだけど、孝太郎君その時にね、あのいつも持ってる長財布あるじゃん、はい、あれで左肩を隠したんだよね。左側を隠してたよ、本当に覚えてないの。覚えてない。でこっちにあった定規みたいなやつで右側を隠して切ったわけですよ、写真を。物理的に、うん、でも手を離すとね、うん、パタッと折れちゃうでしょ。 そうだね、それを松本君にこう言ったんだよ、うん、松本君 iPhone ですぐ撮ってでそれを松本君が撮ったんだよ、カッシャって。で撮って今度は松本君がね、うん、小田君にこう言ったんだよ、うん、送りたいんだけど送り方が分かんないって、私がすごいちょっと不機嫌そうにどこに送りたいのって言ったんだよ、うんうん、したらこの Mac だって言われてつまり、うん、手でトリミングした写真を一回目の前にある iMac に送って、うんうんうん、ね、うん、それを吉永デザイナーに送るっていうものすごいものすごいローテクなことやったんですよ。なるほどなるほど、うん、でそれ見て、うん、俺 iPhone いいなってもうしばらくいいな。そう、覚えてない、本当に。覚えてないね。だったらあの写真撮って、うん、写真とかでトリミングしたんじゃなかったね、俺が。そうだよ、だから孝太郎君があのMac 使ってんだから、なんで。いやでも携帯でできるから、そんなこと。でしょ、うん、なんで自分の長財布をいきなり置いて、あれね、松本社長がまだあの写真を持ってるようだったらね、ぜひ。もう写真館にあげたい。きっとね、長財布が写ってると思うんだよね。そりゃそうだよ。なんかその時俺もアナログに戻るね。いや、すごかったんだよ、戻りが。新宿ジャム時代に戻ったね。笑っちゃってさ、俺それ見て。へ、
で松本君もほら不慣れだから iPhone 買ったばかりだから自分の iMac のアドレスかなんかこう登録してないみたいな感じで、うん、手で売ったんですよ、うん、M から M からね。なるほどね。それ見てね、これ iPhone はいけねえな。まあそうかそうか。こう事件があったんですよ。高田君本当覚えてないの？覚えてないね。あれちょっと後でちょっと松本社長が入手してあれ絶対写真館にあげてもらおう。あ、そう。小太郎君の長財布が写ってるやつ松本君撮ってっつっておかしいよ。おかしすぎるでしょ。おかしすぎるよ。おかしすぎるよ。そうか、まあそういう時せっかちな時あるよね。トリミングとさ、そのいろいろ写真のまあ加工するんだけどね、俺も自してるじゃん、実際に小太郎君が切ったりさ。だって真野美香さんの足だって俺がやったんだから、あれ。あ、そうなんだ。もう元の写真があんまよくなかったから、うん、色からトリミングやるわけでしょ、色も変えて、うん、ねえ、よくやるじゃん、うん、なんで今日に限ってこんなローティングなことやってんだろうなと、すっげえびっくりした俺。確かにね、うん、長財布で黒いこれを縦にしたんだよ。面白いね。死ぬかと思った。何だったんだろうね、あれね。たまたまそういうモードだったな。しかも覚えてないってすげえな、うん。でもまあその孝太郎君が選んだ写真を元に、うんうん、トレー下の写真みたいな。トリミングも行われたね。確かね、トリミングアーシャだったかね、うん、な行われたんですよ。なるほど。吉永君が反映してくれたんですよ。なるほどね。じゃあその写真を撮って送ったってことだね、吉永君に。そうそう、送ったんだよ、松本君が財布付きの。はいはい。これ絶対写真館だよ。写真館あったのね、うん、事実。吉永君持ってないからでも、まあ、いや絶対松本君が持ってるよ。多分ね、松本君消し方わかんないと思うんだよね。あ、iPhone でさ、送信済みのとこにない？あ、絶対あるよ。それはあるよ。あーって言ってるよ。あーって言った今。iPhone で送信済みのところに絶対あるやつ。あーって言ってよ。あーって。トントンがカメラロールが入ってないの？カメラロールにあるでしょ、じゃあ。カメラロールの位置が分かってないんだよ、まだ。マジで？うん。マジでじゃないよ。あ、消しちゃったかもね。消せたの？消すのは分かるらしいよ。じゃあ送信済みにあるでしょ、メールの。そうだね。だって iPhone の送信済みか、この MacBook にも送ってんだから、MacBook の方にもある。どっかにあるある。うん、どんな状態で送られたか俺も分かんないですよ、見てないから。楽しみの一つなんだよね。そっか、そうなんだよ。アップルウォッチ、アップルウォッチ。へえ。岐阜のアラサー P 男、以前放送でアップルウォッチの話が出ていました。私も購入しました、はい、おお、すごい。お二人の反応はいまいちでしたが、うん、とても便利ですよ。なんといってもアップルペイが素晴らしいです。iPhone も対応している Apple Pay ですが、うん、Suica を登録しておけば駅の改札を Apple Watch をつけていると本を手をかざすだけで通ることができます。ほう、なるほど。ポケットなどから財布や iPhone を取り出す必要もありません。なるほどね。なんだか近未来の感じで気持ちいいです。電子マネー対応の自販機やコンビニなども使われるのでとても便利で、うんうん、最近はついいらないものまで買ってしまいました。なるほど。さて、そんな Apple Watch のことを心から素晴らしいと思える出来事があったので報告します。へー。10月下旬のある日、その日から2日間三重県で研修があり、うん、いつもの職場に行かずに直接研修会場まで行くことになっておりました、うんうん、実は前日の朝、通勤時に出会い頭の自動車事故を起こしており、うん、かなり落ち込んでいる状況での研修。お、2日間1人頭を冷やしながら研修を受けようと思っておりました、うん、車で駅に向かい、コインパーキングに車を止め、改札を通るためカバンから財布を取り出そうとしたところ、うん、なんと財布がありません。もう一度よく調べますが、ない。ないんだ。走って車に戻り、車の中を探しますが、ない。ああるね。どうやらどっかに財布を忘れてしまっています、うん、家に戻ろうにも家から駅は車で30分以上離れており、うん、戻っていたのではとても検証に間に合いません、はいはいはい、家に誰もいません、うん、さあどうしましょう、うん、ある意味現代の陸の孤島のようなものです、うん、現金カード一切なし、はい、車コインパーキングの中、絶対絶命です。はい、はい。その時必死に思考を巡らせる私の頭の中に一筋の光、うん、私のメインバンク大垣共立銀行の ATM は、うん、手のひら静脈認証に対応しています。ああ、そういうのあんだ、すごいね。つまり登録さえしてあればカードなくても、最悪手のひらさえあればお金を下ろすことができる。すごいね。 Google マップで近くの、大垣共立銀行 ATM を検索すると 1.6 キロ離れた位置に支店がある、うん、迷っている暇はありません、うん、すぐさま Google マップをナビモードにして小走りで ATM を目指します、うんうんうん、あまりにも焦っていたので途中 iPhone を落として傷がついてしまいましたが、うん、気にしている余裕はありません、うん、半分ほど来たところで iPhone にピコンとヤフーから通知が、はい、
ついにアップルペイ上陸、スイカにも対応、うん、そうです、クタンのアップルペイはこの日から実施されたんです。なるほどね、遅いよとコロナ禍でツッコミを入れつつ、うん、先を急ぎます、うん、無事 ATM までたどり着き現金を落ちて一安心、うん、最寄りの駅から名古屋に向かいますが、その時点で予定よりかなり遅れていたため、当初乗る予定ではなかったナンバーライナーというお高い特急に乗って三重に向かうことに、うんうんうん、この時点で支給される交通費は等に超えてしまっています。はあ、しかも電車の待ち合い時間に冷静になって検索してみたところ、うん、どうやら初めにいた駅の中に大垣共立銀行の ATM があったようなんです。はあ、最悪な事態と、うん、なるほど。でやたらと乗り心地が良い指定席の特急に揺られ三重県に到着、うん、研修会場に着いたのは開始3分前、ギリギリ間に合うことができました。失意の中1時間研修を受けた後の休み時間中に、うん、左手のアップルウォッチが振動、うん、そこにはアクティビティの文字が、内容を確認すると、うん、エクササイズゴールを超えましたとのこと。ああ、まあそのね、運動量の、うん、運動量ね、やったってことね。で朝のドタバタ劇のおかげで1日の、ね、ゴールを達成しちゃったと。なるほど、しちゃったんだ。そしてその後にもう一言、まるまるさん素晴らしい朝ですね、この言葉に私は救われました。なるほど。おそらくアップルウォッチは知っていたんです、うん、昨日事故を起こしてしまったことも、うん、今日財布を忘れたことも、うん、なんなら ATM を見落としていたことさえも、うん、その上であえてそれには触れずに全く違う観点から、うん、私が最悪だと思っていた朝をさりげなく称える。なるほど。なんてつつましい、こんな気遣いは人間でもなかなかできません。あ、どうですか加藤さん、小田さん、これは絶対に買いですよ。アップルウォッチのこの一言により完全に立ち直ってた私は、うん、その日は帰ってからアップルペイをインストールし、うん、翌日からドヤ顔で改札を送ってしております。なるほどね。ちなみに財布は無事に職場で見つかったと、うん、ああそうなんだ。次に私を絶望から救済したアップルウォッチの言葉を添付します。うん、これね、エクササイズボール。なるほど。でも小太郎くんの言うようにこれ万歩計だ。そうですね。結局万歩、質のいい万歩計手に入れたよっていう報告だよね。だからまあもし買うとしたら、買ったとしてもランニングの時しかしないね。なるほど。多分あったあった。財布が写ってる。見つかった。これ孝太郎くんが置いたんだよ。これ本当この財布と自分の財布じゃん。まあ、これそうそう、ね、誰が送ってここに人の財布を。足のバランスが悪かったんだよねこれね。そう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 、そう、ね、で足切った方がいいっつって、足切った方がバランスいいよっつって、ね、うん、でこのざまでしょ孝太郎くん。そうだよ、見つかりました。これはじゃあ森内さんに送ってください。うん、送り方わかりますか。わかるよ。わかるらしいよ。覚えたらしいよ。これ。ひどいね。ん？また万歩計？先日はメールを読んでください。ありがとうございました。はあ、アップルウォッチのルミです。繰り返しニヤニヤしながら聞いてます。ああ、また幸田太郎さんのご意見も聞かせてくださり嬉しく思います。ああ、アップルウォッチですが現状私が使っている機能をお伝えします。音楽の操作、混んだ電車などこれは便利、はい、電子マネー機能、はい、これアップルペイね、さっき言ってたね。電話、その姿は完全にビデオシーバーね。新着 LINE のチェック、返信はスタンプか音声入力のみ、アクティビティ、万歩計だよね、文字盤カスタム、ターゲットマークにアナログ時計を重ねた表示にしたかったんですが、無理なので現在はコレクターズコレクションと。なるほど、はいはい、やっぱこれ聞く限り質のいいのは万歩計にしか見えないね。だから万歩計だよ、装着写真じゃないんですか、いいかも、あと時計ね、はい、時計が普通に時計でしょ。以上こんな感じです。なんだよこれ、ルビちゃん、結局ね一番便利だなと思ったのはね、時計機能なんだって。小太郎くん、いいね、間違ってなかったね。間違ってなかった。間違ってなかった。万歩計ついた時計だよ。でもこれ走るときはしたいな。あ、そっか、それはでもいい。だからスポーツ機能だよね、なんかね。ただ、俺ナイキのアプリで走るんだけど、そうするとさ、コースを全部メモ、記憶しといてくれたりとかさ、あと走った、まあ、どこ走っても何キロって分かってるし、最後に安田美沙子がお疲れ様って言ってくれるし。なるほどね。そういうのあればいいんだけどな。それはあんじゃない、あんのかな、それぐらいのことは。それぐらいはあるか。ジョギングとかその辺は抜かりないでしょ。ただ安田美沙子の声がないと嫌なんだよね、これ。あ、そういうことね。そうだよね。ここでさ、これ相手によるよね、お疲れ様はね。それって文字で来られてもさ、そうだそれ、そうだ、お疲れ様って言われるとね、だって小田君言ってたじゃん、この前なんか、なんだっけ、牛丼屋の自販機みたいのでいちいち押すとさ、
焼肉定食とか言って昔の松屋ね、うん、昔の松屋は、うん、あの定食で牛焼肉とか押すじゃん、うん、ポツッと押すと、うん、牛定食って言うんだよまさにそういう感じなの全くこれだよ、うん、牛定食だよドラえもんじゃそれじゃそれ本当だそれ厨房が聞いて作るんだから、うん、あそれを聞いて作るのそうだよ確認のためじゃなくて、うん、今だったら多分中に同時にさレシートとかそういうのパーって出るだろうけど、うん、数字とか、うん、あの頃はもう30年前だから声のみですよでねこれでもねかなりでかいの音店で食べてる人全員はでかいだから何買ったかバレるのやなるほどねそれ恥ずかしいな恥ずかしいよえどこどこ松屋松屋昔の松屋、うん、へえ今だ中尾は相変わらずそうじゃないかな喋る喋るんじゃかな、うん買うやんやっとやったもんだね本当だよ中尾はもしかしたらまだやるかもマジで去年だか一昨年だかあったよやってたよあいや最近なくなった最近なくなったついにやくなんないときついよあれいやだサンプリングして誰かやってほしいないやきつい恥ずかしいよ水曜日のカンパネラにやってほしいなそれ、うん、サンプリングでマジか俺知らないわそれ本当うん担々うどんのショーとかさコタンとかやるやるよえ、コタンっていうのコタンだからコタンコタンっていうのやるんだよ担々麺のうどん担々うどん担々うどんのショーショーがコタンタンみたいなこと言うねコタンタンって言ったけど忘れちゃったけどねコタンタンって言われたのコタル君、うん、恥ずかしいパンダみたいだ恥ずかしいんだよコタンタンって言われるの恥ずかしいほん何度も言われたんじゃ何度も言われたよすごいな俺知らねえそれ厨房それで聞いてるってすげえなびっくりした今があれだよ違うと思うけど、うん、30年前はもうあの声のみだから、ね、でそれでオーダーなんだ取れるんだそうだよえー、加藤さん、後藤さん、こんにちは。どうも。茨城の北の端に住む30代女、うん、欲しいもです、はい、昔、ミッチーのライブに行って、うん、シャンデリアラブという曲で踊ってましたあー、はいはいはい、うろ覚えですが、エアラビみたいな振り付けがついていたと思います。あー、そうなんだ。 MC やバラード前にはミッチーから着席と号令がかかり、うん、座って聴くベストフレンドも大好きな曲でした。あー、はい、ウィキペディアで加藤さんの作曲としてびっくりしました。そうなんですよね。タルを知る口角を上げてなど積極臭い感じが好きだったんですが、うん、その反動が2年前に池にはまり、うん、ヘイブンというイギリスのバンドを見て以来10年ぶりにクアトロに行きコレクターと好きになり、うん、財布の紐は緩みっぱなしです。30周年ボックスセットは7月中旬にぐるぐる王国で予約してここでもぐるぐるか浮いたお金は9月と10月に行った沖縄ダイビング旅行のボート代に当てましたと。なるほど。ぐるぐるさんありがとうございましたそっち沖縄といえば米八そばさん、レンタカーを借りて行ってきました、うん、武道館ポスターが貼ってある店内で、うん、美味しいそばと衝撃的な前菜をいただきました。あ、コウノトリだそうです。さすが P が作る氷は違います。あ、P 限定 ET タッチと P 割もしていただきました。ああ、なるほどね、お礼に10月に行った時には熊谷ライブで購入した、うん、武道館サルカにお土産にしようと預け荷物に入れたんですが、うん、セキュリティチェックでワンカップ入ってませんかと止められ焦りましたなるほど。米橋さんではもつぜんざいも注文があるそうです。なるほどね。武道館はお店が休めれば行くそうです。なるほど。へえ。ほのとのぜんざい、これすごいね。こんなのすごいね、うん、どうやって作るのこれ。型にしてんじゃないの。どうなんだろう。じゃあ型にしてる、まあ、しかないよ。すごいね。型にしたってこれ折れちゃうですって思うんですよね。給料円できてるよね。すごいね、うん、これ行きたいな俺も。へえ。これちょっと写真館に入れて。ホスピッツが行くんだよね。そうそうそう、よく行くとこだ。行きたいな。リリア小太郎さん、こんにちは。はい。盛岡の晴れ女35歳。どうも。前回の前日のツアー、うん、盛岡行きました。はい。その後3日後の話を聞いてください。うん。私は中国語講座に通っていますが、うん、同じ受講生の S さん60代、 H さん50代、うん、F さん40代とご飯を食べました。はい。その日私は I love motto の T シャツを着ていたんですが、お、皆さんが T シャツを褒めてくださいました。ふー。コレクターズというバンドのですというと、うん、40代 F さんが、うん、そのバンドに加藤さんって人います、うん、ラジオやってるでしょ、うん、良い子ですよね、うん、F さんはソングアプローチのリスナーでした。はい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 、嬉しいね。すると H さんがスマホで動画を検索し、うん、久しを鑑賞する会が始まりました。はいはいはい。おしゃれで背も高いし男前ですよと私が、うんうん、ハードルを上げたのが悪かったのかちょっと待ってよ
嫌な予感だよ、この後ろが、見終わった後、ソングアプローチリスのネスさんは思っていた感じと違う、しかし60代のネスさんは若く見えるし可愛い顔してる、服は素敵、なぜおかっぱなんだろう昔行っていたウクレレ教室の先生がこんな感じ動画を検索したエイスさんも、うん、モッツ加藤久志コレクターと手にメモっている、ちなみに小太さんに関しては皆さん口を揃えて髪が長くて顔がよくわからないだそうです。なるほど、エイスさんがそういうアプローチを聞くのをやめなければいいなと思ってます。やだなやめないよ、やだな。でもラジオとかってそういう怖さあるよね。そうだね、声だけでも判断されちゃうからね。あるよね、イメージがね。あるよ、そんな感じの人だろうと思ってたらね、全然違うじゃんみたいな。あるよね、本当あるよ。恐ろしいな。だからね、本当恐ろしい。また今 YouTube とかでね、散々確認されちゃうからね。まあそうね加藤写真画像ってたらどんなのが出てくるか恐ろしくて見てらんないよ俺。そりゃそうだ、もうだから何でもいいやって感じやもん。そうなっちゃうね、かえって。加藤さん、小太郎さん、はじめまして、はい、岸山万博でのかっこいいライブを見て好きになりましたと、うん、へえ。某テレビでシーソーを演奏されていたのを見て以来だったので、いつの91年で、万博でお二人を見たときは91年、あれすごく大人になってると若干の戸惑いがありました。すごい大人になった小太郎さんの世代を超越した足の長さと、加藤さんが MC で君の力が必要だとおっしゃられたのに転ばれました君の力君の力が必要だって言ったいいね。後日オフィシャルサイトをチェックし、ボックスセット購入。すごいね、 CD を1枚も持っていない私にとって、ほら、ボックスセットはお買い得。ああ、そういう人がいるんだね。これでは申し訳ないと思い、 T シャツも一緒に購入だった申し訳ないと思ったんだよ、思ったんですよもちろん武道館のチケットと横演習に水戸も買ったんだよ。すごいな。来たら武道館には万全な体制で臨みたい。うん、近々ニューアルバムも出るとのことで曲を覚えられるか心配です。はいはいはい、こうなって何も予習しないということもありかもと、うん、池袋小立24時ばかりを後押してる毎日です。なんだよこれ。私のような超初心者ファンとしてはこれから武道館まで何をすればいいんでしょうか、うん、できましたらアドバイスをお願いします。うん、夏尾さん、ステッカーが欲しいんですがお金の力で何とかなりませんか好きだな、お金の力でどうにかならないかとバストロイヤステッカーあげようよ。これはまあここまでだとあげるしかないね。あげるよ、だあげよう。これボックスも買ってくれてさ、お便りもくれてたよそうですね、どうしたらいいんだって。これがどうかね、どんな予想すればいいの。だってボックスなんだから、もうそれさ DVD もついてるしさ。そうだね、うん、それももうまんべんなくさ聞いていただければ、うん、絶対バッチリでしょ。もうバッチリバッチリ、うん、あと新規会で水戸でやった曲とかをさ、うん、あこんな感じなんだってこう、ね、イメージしてね。そうそうそう、あこういうバンドなんだって分かればもう全然楽しめるでしょ。あとはね、体調体調自分に生かしてるの。自分もだけどねそろそろインフル打たないとな。そうだね、俺も打とうと思ってんだよ。これ先生に風邪でちょっと病院行った時にインフル打ってったら、うん、調子良くなったらねって言ってどれぐらいに打てばいいの。もう打つべきですよ。もうまさに症状合わせんだよ。聞いてる期間って何でしょう。まあ今なら大丈夫だよ。そっか、もう打つか、ワクチンを。あれ打つのだるくなんだよな。え、だるくなんだよな。一日だけね。確かに。コレクターズ30周年ボックス、うん、マチスロマンチック、うん、まだ手にあるみたいですね。まあまだね、うん、うちは俺社長もほらちびちび入れてるから、うん、アンコールリリースしないから。アンコールプレスはしないから。しないからね。ファン投票によるベストアルバムリクエストヒッツも発売中ね。はい、ツアー第1弾が終わりまして、来週月曜日28日は仙台連鎖においてザ・ピローズと開幕ですね。はい、そして12月7日には、うん、22枚目のオリジナルアルバム、はい、ロールアップ・ザ・コレクターズ、はい、こちらリリースになります。初回版は DVD、はい、4月のですね、はい、オンドライブがこれフルであります。はい、しかもことが命がけで撮ったんだよ、あれ。テープぐるぐる巻きになって、俺ああジャケット失速しそうになったんだ。あれ治りますよ。治りますよってあんたやってないでしょ。治りますよって。いや分かるから、俺は。え、分かるから。なるほど。だってさ、顔巻くとき俺口にストロー2本刺されて、うん、でこれで息してくれっつってぐるぐるぐるって巻かれたんだよ。そうだ。で俺があれさ、皮膚呼吸できないもん。できないよ。でだんだん苦しくなって気持ち悪くなって、ああもうダメかもって言ったら、うん、チリの炭鉱夫は耐えたんだって言われて、まあ、それで乗り切ったんだよ、あれ。まあ、誰でもよかったよね。誰でもよかった。結局分かんないんだ、目でも出てればさ。コータクにここで誰でもよかったよねって。だって目でも出してればさ、ありだか。俺も思ったよ、誰でもよかったよ、人形でもよかったよ。そういうことなんだよね
やったんだよあれは。まあまあいいや、いい思い出だよ。いい思い出。釣りと終わるかもね。あまあでもいいんじゃない。でも光太君あれさ、うん、なんていうのプラスチックっていうかガムテープじゃん、うん、素材は、うん、プラスチックの、うん、本当に皮膚呼吸できなくなるんだからさ、うん、できないよ。熱くなるまず体が。熱いよ。でそのうち本当苦しくなるの、うん、やばかったマジ。まあね、命がけのね、まあまあまあ、撮影を終えて、はいはい、好きでやったからしょうがないけど。そうです、そして12月8日渋谷オイーストで音楽と人主催イベントとてもロマンチックな夜、はい、コレクターズと僕らの前夜祭、はい、大木兄弟、カサブランカ、スクビーズ、そして我々ですね、うん、やります。12月17日は横浜赤レンガ総合1号館3階ホール、うん、勝手に仕上がる台湾、はい、そして21日は大会のユニットゴインガダングラントとやりますね。やります。はい、まあ、2017年もツアーが実はありますね、はい、6本ですが、1月12日の神戸バリットから、京都、名古屋、福岡、広島、仙台と、はい、やりましてから、東京に戻りまして武道館3月1日ですね。おお、いよいよ迫ってきた。迫りましたねこれね。チケットはもうぼちぼち発売ですか。27 27 27一般発売、はい。俺の初動によっては首くるしかないからね俺は。本当だよね、モダル君ね、うん、これ枝ぶりのいい劇探すしかねえもんこれ、はいね、本当初動伸びなかったのね、モダル君 ね、まずも松本社長から言ってもらってね。そうだね。俺困っちゃうよこれ伸びなかったら。ですよ。はい、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロードできます。はい、写真館 iTunes から外れたアーカイブもあります。毎週水曜日更新。 P メールはブクロ24アトマークジンメールドットコムお待ちしてます。はい、12月7日にニューアルバムが出るということで、この日からシーズン7。おおすごい。じゃあシーズン6は来週で終了。あそうなんだ。はい、ドーナツの方はボリューム9特殊カセットテープ is not dead が発売中です。ロックイズではバストロイヤーの連載が始まりましたと。小太郎君の視力との戦いだからねこれ。そうね、こんな書き出してあーこうなんだと。ショックだったね。ショックだったの。お別れの挨拶を。はい、Do the download。 Do the download。 池袋交差点24時。